クリスチャンの寄り道を聞きの皆さん、こんにちは。前田恵美と言います。今日は私の奇跡体験というテーマでお話しさせていただきたいと思います。今回は今住んでいる家に引っ越しをした時のことについてお話ししたいと思います。数年前、神戸で牧師をしていた主人が東京の牧師として移動することが決まり、東京に引っ越してきました。 その後数年がたち東京に来た頃はまだ小さかった子どもたちが成長しだんだん狭くなってきたため神様が導かれる時に引っ越しすることができるようにと祈っていました祈っていく中で神様は聖書を通して「求めなさいそうすれば与えられます」という言葉を与えてくださいました祈りのノートに求めている条件を一つ一つ書き出し 祈り始めた日祈りが応えられた日の欄を作り祈っていきました教会に通いやすくて家賃が今より安く広さは何平米以上で地震に強く丈夫で近くに良い学校良い病院があり綺麗で日当たりも良くなど願っていることを一つ一つ書き出して祈っていきましたしかし条件の中に ここれれはは絶対無理なんじゃとと思う条件がありまししたたそれは家賃のことについてでした実は私たちが東京に引っ越して最初に住んだ家というのは神様に真剣に祈り求めた中で与えられたものでこんな条件でこんな破格な家賃はないというような物件でしたその当時もなかなか条件に合う場所が見つからない中で 求めなさいという聖書の約束の言葉に立って祈り続けた中奇跡的に開かれた場所でしたなのでその奇跡的に開かれた家よりもさらに広くしかもさらに家賃が安いという条件は普通に考えるなら絶対に無理という状況でしたけれども神様にとって不可能なことは何一つないので 神様に正直にその願いを祈っていきましたその中で与えられたのは最初に住んだ家よりも広く丈夫できれいで日当たりもよく近くに良い学校や病院がありその他、祈った条件にぴったりの家でしたそして家賃については家賃補助というのがあり破格であった最初の家の3分の1の家賃でした 神様にに本当に感謝しています。また引っ越しした日に関してもこの期間の中で年底がありその中で主人が休みを取れる日という形で絞っていったところ私たちにとってその日は節目になる特別な日でしたしかも引っ越しして数ヶ月後に次男に言われて初めて気づきびっくりしたのですが部屋番号もその日付と同じでした 神様に祈り聞き従っていく道は面白く奇跡の連続なんだと思わされています。最後まで聞いてくださりありがとうございました。それではまた。